スプレス2022パラダイスオブミュージック、パラダイスカメラ、リポーターはシンと川本とハワイです。イエーイ。それでは行ってみましょう。ゴー、レッツゴー。はい、じゃあインタビューしていきます。まずダンサーの名前を教えてください。はい、マナです。おー、マナちゃんです。マナちゃんです。じゃあ今回出るリンリンで出る出演サークルを教えてください。選抜ナンバーとオールドアドバンスとヒップホップアドバンスと DP 命とヒップホップのシーンになります。おー、めっちゃいい。すごい大活躍。はい、セルフリアルタイム。はヒップホップとポップを頑張っているので、それをの質を高めに、そして自分にしか出せない色を出せるように頑張ります。さすが。じゃあそんなマナちゃんにも注目してみてください。はい、じゃあ続きましてこの5人に質問していきたいと思います。イエーイ。はい、じゃあリンリンに向けて準備していくことというか、まあね、美容のことでも、ね、準備していきたいことってありますか？ネイルをしたくて今爪を伸ばしてる。かわいい。かわいらしいパーマです。かわいいよ。つい最近ピンクにまた入れ直してリハでも目立ってるようにしました。うわー、気合い十分。減量します。ネイルを自分でやります。すごい。かわいい。すごい。すごい。金髪染め直します。あ、もうすでにネイルをしまして。かわいい。で、髪もピンクにしっかり染め直します。はい、じゃあ続いてのクラス行きたいと思います。イエーイ。はい、じゃあクラス名を教えてください。せーの、ダンススポーツボルカー&西条です。イエーイ。じゃあリーダー、じゃあリーダーどうですか？せーの、じゃあダンサーネームはミハです。ミハ。アイチです。あ、3人いる。多いよ。4人リーダーがいるみたいで、やったー。ちょっとすごい面白そうな音楽で、はい、お話聞いてもいいですか？はい、はい、ダンサーネームは菅です。菅です。PR ポイントはありますか？俺のここを見ろって。とても大きいので目立ちます。じゃあ最後に京子先生の好きなところを教えてください。お、チャーミングな笑顔です。イエーイ。続いてのダンサーに行ってみたいと思います。はい、じゃあダンサーネームを教えてください。直樹です。直樹です。イエーイ。直樹っていうのは、出演するサークルは何ですか？ダンスポーズキッズアドバイス、シャイニーとシャイニー、フィリーアスターとフィリーアスター、リアンです。リアン、キッズアドバンス揃いです。はい、自分のダンス、どういうとこを見てほしいと思いますか？表情とか、おろっとる感じとか、そういうところを見てほしいです。イエイ。リハーサルでひときわ元気な彼にインタビューをしてみたいと思います。自分のダンスの魅力は魅力ですか？ダンスの魅力はそうですね、ちょっと個性が出るような、そうだね、個性が出るような。お、個性が出るみたいです。そうです、個性が出ます。はい、じゃあ続いて3人に質問していこうと思います。イエーイ。3人はどこのクラスですか？フロレゾンです。ダンスボードフロレゾンです。誰先生ですか？シー先生です。はい、じゃあリンリンの意気込みを教えてください。
はい、毎日がオリンピック頑張りまーす。はい、じゃ続いてのクラス質問していきたいと思います。どこのクラスですか？スーパーキッズです。イエーイ。見どころはありますか？頑張ってライブのように打ち上げて頑張っていきたいと思います。打ち上げ。じゃあインタビューしていきます。好きなんですか？おにぎり大好きです。今年の夏はどんな夏になりましたか？今夏はやっぱり本川に入ったんでめちゃくちゃシティファンクな夏でした。はい。じゃあちょっと続いてのクラスに。ちょっと早いところじゃないですけど、結構みんなで駆け抜けて踊ってます。